はい、ミッション。ご準備は？最初のやつですね。できているよ。国防長官殿は8時に会議がある。7時45分までに帰還しないと間に合わない。エンジンを始動し、滑走路24へ。24。エンジン始動します。フライトディレクターを受け入れておきます。このキングエアっていう飛行機は FSX のデフォルト機の中でもあんまりいい出来ではないんですよね。画像も荒いし、操縦性もちょっと結構シビアなんで、あんまり好きな機体ではないです。センターライン当たった。エドワーズのクラス D 空域は陶器とスペースシャトルだけに侵入を許可している。他の機は飛ばないはずだ。この天気では低速低高度で飛ばない限り何も見えないな。それから揺らさないように、長官は腰が痛むそうだ。了解。そう、頼むよ。お任せください。皆様、左側にお座りですね。効率を考え、各見どころを一度だけ通過するよう GPS をプログラムしてあります。効率か、大好きな言葉だ。GPS ね。ああ、なるほど。ちょっとちっちゃくして横に置いときます。オートパイロットで飛ばしちゃダメだよね、きっと。早いか。早いですけどね。急ぎましょう。長官、お時間がないから。24ですね。24。トラフィックなし。準備できたら離陸。最初のウェイポイントへ。はい。ノースベーストラフィック、キングエア0キロアルファ、滑走路24を離陸。ここから飛べるでしょう。フラップダウンしてきます。ランディングライトオン。はい、フルスロットル行きましょう。ノースベースを離陸、見学ツアーを始める。キングエア0キロアルファ、レーダーコンタクト、クラスデルタ機、タッチタッチ、4機ツアーを、シャトルの機関から連絡します。キングエア0キロアルファ、ありがとう。この悪天候の中、乗せてもらってありがたく思うよ。何か見えればいいんで。これくらい、ほんの小雨です。十分見えますよ。お約束します。皆様、最初の見どころ、巨大なシャトル用クレーンです。はい、どうですか。これですよ、これですよ、これですよ。どうだ、素晴らしいじゃないか。さあ諸君、写真を撮りたまえ。もう過ぎちゃいましたよ。よし、ここはもういい。オスプレイの試作機を見に行く。どれ。うわー、近すぎるよ。
これじゃ見えないね。次行こう。スペースシャトルの母機ベイカー528ホールだ。これね、はい、はい、いかがでしょうか。よし、ブラックバード SR-71行こう。ちょっとバンクかけすぎですか。大丈夫ですか。よいしょ。どこブラックバード、ああはいはい、ありましたね。これですね。今していました。実に見事だ。次は航空機搭載レーザーの実験施設を見に行くぞ。はい、これです。この丸いやつですね。見えた？見えたって言ってくんないからさ。キングエア0キロアルファ、シャトル到着まであと10分。キングエア0キロアルファ、了解。ありがとう。シャトルが来る。集合地点へ行こう。シャトルが来たぞ。
どこでしょう。まだ10マイルあるか。痛い、これか。これだな。ああ、これ。移動したわ。サトルアトラス、滑走路進みまで2マイル。シャトルだ、素晴らしい。さ、写真を撮りたまえ。加速だ、見失うぞ。逆だ、左側から見えるように通過し直すんだ。いい写真は撮れたかね。では至急ノースベースへ戻ろう。私の一日はまだまだこれからだ。了解、シングルエアを進み、サトルアトラス。加速だ、見失うぞ。ちょっとセリフの順番が違いますよね。シャトルを知り、ゼロキロアルファ。シングルエア0キロアルファ、ビジュアルでシャトルとの距離を。シャトルの着陸チャンスは非常に確実です。ゼロキロアルファ、了解。シャトルの滑空速度は190ノット。加速だ、見失うぞ。まだ時間はある、大丈夫だ。減速だ、見失うぞ。シャトルアトランス、お帰りください。帰還できて嬉しいよ。
ドワーズタワー、キングエア0キロアルファ、ノースベースに戻る。キングエア0キロアルファ、了解。ノースベースの滑走路、24に着陸だ。はい、ラジャー。見えたかしら？ゼロキロアルファ、協力感謝する。どういたしまして、召喚よろしく。ノースベーストラフィック、キングエアゼロキロアルファ、滑走路通行に着陸。ちょっと着陸してくれよ、はい、よ腰痛がひどいんだ。ちょっと違うね。大丈夫でしょ。よし。見事な着陸だ。ああ、よかった。シルクのように滑らかだったぞ。そうでもないけどね。だいぶ強引でしたね。トラフィック0キロアルファ、滑走路24を離れる。ランディングライトは完了した？あ、全部完了してるね。はい。おしまい。